俳優の木村拓也51がパーソナリティを務め東京 FM 木村拓也フローサポーテッドバイスポティファイ日曜前11.30の31日放送で来年1月1日に YouTube チャンネルを開設すると発表した木村は2018年8月か映像配信サービスギャオで自身初となる WebHi 冠番組木村さんを 無料配信していたが、今年3で終了。多くのファンから、もうやらないんで、かという声をもらったと言い,い、じゃあ、やるいうことになり、プラットフォームどこでや、ってなって、そういや YouTube あるじゃんって。スタ、との間でプラットフォームを YouTube に移して、木村、ん、を継続してみようかという話になったと、う、1月1日には、フジテレビ系で、 三択が放送レルが、その放送終了後、多分ですけど17時頃を案に立ち上げる予定になっているそうです。報告。三択で共演した所属事務所の後輩、スノーマン、YouTube 撮影に突撃したと明かし、スノーマンのみんなが YouTube 撮影しいるところに急に押しかけまして、なるほど、ういう風にやってるのねっていうのを体、させてもらったと話した。 今後の展開につい、木村拓哉チャンネルということなんですが、にも、音楽コンテンツだったり、今後ミュージックビデオも発信することができるようにな、と思う。その中のコンテンツの一つとして、村さん、も発信しようかと思っておりますと、かし、ぜひ、お楽しみにしてほしいと思います。メッセージを送った。